本当にアルゴリズムの組み合わせだけで全然音変わるんで、いろいろ研究してみてください。今回は FM 音源の音作りにおいてオペレーターと同様に重要なアルゴリズムについてやっていこうと思います。で、アルゴリズムでは6つのオペレーターのキャリアとモジュレーターの組み合わせを変えることができます。で、このアルゴリズムの1番はオペレーター1と3がキャリアで、オペレーター2、4、5、6がモジュレーターになってます。じゃあ6個のオペレーターすべて音を出した状態でアルゴリズムを変えていこうと思います。この5番だとオペレーター135がキャリアで、オペレーター246がモジュレーターになります。で、やっぱりオブ6ってこのキャリアが赤でモジュレーターが青って一目でわかるんで、すごいわかりやすいです。本当にアルゴリズムの組み合わせだけで全然音変わるんで、いろいろ研究してみてください。で、オプ6では40個のアルゴリズムを使うことができます。オプ6はユーザーのアルゴリズムを作ることもできます。ユーザーのアルゴリズムを作るにはシフトを押しながら MISC のボタンを押します。で、ユーザーアルゴリズムをページで選びます。で、イエスを押します。で、 FM のマトリックスを組むことができます。で、まずこれ2ページあるんですけど、オペレーターを使うか使わないか、じゃあとりあえず6個オンにしてみます。オペレーターセレクトのマイナスとプラスで縦の移動します。今一番左上にカーソルがあって、オペレーター1のモジュレーションを設定する状態です。で、セルフでやるのか、オペレーター2から1を変調するのか、3から1を変調するのか、で、これ6から1を変調するのかっていう設定ができます。で、これもやっぱり赤と青で点灯するんで、すごい分かりやすいですよね。この状態だとオペレーター1とオペレーター4がキャリアで、オペレーター2、3、オペレーター5、6がモジュレーターになります。で、この変調する深さをコントロールすると表記が変わっていくのが分かりやすいですね。さらに、
アルゴリズムモードの時には Easy Edit が使えて、オペレーター全体のコントロールができます。まずアタックタイムがコントロールできます。で、ディケイもコントロールできます。で、3系統のエフェクトの深さをコントロールすることができます。まあ、ちょっとアルゴリズムもすごい設定とか割と複雑な方なんで結構大変なんですけど、まあこれやっていくとかなり複雑な音作りできるんで、ぜひいろいろ挑戦してみてください。